絵が好きで入ったというか、なんかその時になんか雑誌の編集をしたいなって高校の時に思ってて、で穴吹きのなんかパンフレットを見てたら、なんか卒業生の紹介の欄にあの雑誌編集のこまっちっていうところに就職されてる方がいて、なんか前例があるなら自分もできるかなと思ってちょっと就職希望しました。デザインとかその雑誌編集もそうなんですけど、なんかしてみたかったんですけど、なかなか家で一人でやるとなったら、なんか機材とかそういうソフトとか全然家にないし、なんかそういう買うきっかけとかもなくて、なんか入ったらソフトも教えてもらえるし、こう買うこともできたので、そこはいいかなと思いました、はい。授業は本当になんか1年の時はなんかすごい初歩の初歩からしてくれて、私全く本当にパソコンっていうものに触ったことがないけど、ここをちょっとやりたいなと思って目指したんで、本当に なんていうんですか、なんとなく分かるかもしれないという、なんかできない子を結構見てくださるので、なんかそっちに質問したらなんかすぐ長き教えてくださりますし、結構もう全然わからないっていう私でも使えるようになったのでいいと思います。あの電気屋さんでその家電を売るとかじゃなくて、その電気屋さんのチラシをや広告を作ったり、なんか SNS を更新したり、 YouTube に動画を上げさせたりとかさせてもらってます。学校の学びが生きてると思います。人のことを考えながらこのそのものを伝える魅力っていうのがデザインにはあるのかなと思います。はい、みんなからこの人にデザインを任せたいって思えるような人になりたいなって思ってます。将来の